今回はこちらのトイレの手洗いカウンターの解説をしてみたいと思います。それにちょっとその前にですね、この写真をちょっと保存したいと思いますので、ですね、まずこれを押します。で、私はこちらのユーティリティというところに洗面化粧台とかトイレのカウンターとかをですね、保存しているんですけども、はい、こちらのページですね、はい、こう気になったこうカウンター、トイレのカウンターとか洗面化粧台を集めているんですよ。それで設計するときにですね、その都度参考になるような写真を、見てるってことになる、見てるってことをしてます。はい、で、先ほどのこちらの写真なんですけども、以前はこちらの方にですね、ウェブページとか確か何かボタンがあったと思うんですけども、ちょっと変わったみたいですね。こちらにはちょっとないんですよ。でもですね、写真をクリックしますとシェア元のサイトにジャンプするようになっています。これは以前と変わりません。で、そこの、シェア元のサイトでは、他の写真も当然見れますので、ちょっと今見てるところなんですけども、そうですね、このトイレの、カウンターの方を特集してますね。なかなか面白い写真もこう見えています。こちらがさっきの先ほどのやつですね。で、先ほどの写真で私が気になったのはこのあれですね、ペーパーホルダーが横についてるっていうものがちょっと珍しいと思ったんですね。で、割とこの小さな手洗い器そのものっていうのは日本でも結構販売されていますので、こういったデザインは参考になると思います。その他にもですね、結構ありますので、ちょっと見ていきたいと思っています。こちらもちょっと面白いですね。こう扉を鍵型にして、で収納ポケットをつけているということですね。結構いろいろ参考になりますね。特に日本ではこういう狭いところに設置した例というのは非常に参考になると思いますので、ぜひご覧になってみてください。はい、以上解説でした。